コリンディ・レイは、アメリカ合衆国アイオワ州、ジョーンズ軍カスケード出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のミルフォー・キーブルワーズ参加所属。2011年の MLB ドラフト12巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、ユージーニ・エメラルズで、プロデビュー。15試合に先発登板して3勝4敗。防御率2.21。 43奪三振を記録した。2012年は A 級フォートウェインティンキャップスでプレーし、31試合に登板して5勝10敗、防御率4.11、80奪三振を記録した。2013年は A 級フォートウェインと A 級レイクエルシノアストームでプレーし、2球団合計で31試合に登板して2勝6敗、防御率4.08、 83奪三振を記録した。2014年は a 級レイクエルシノアでプレーし、28試合に先発登板して11勝9敗、防御率3.88、118奪三振を記録した。2015年は a 級サンアントニオミッションズで開幕を迎え、7月1日にはトリプル a 級エルパソチワワズへ昇格した。月には、 オールスターフューチャーズゲームに選出された。8月11日にパドレスとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日の新シシナティレッツ戦でメジャーデビュー。先発して5回3失点の投球でメジャー初、登板初勝利を飾った。この年メジャーでは6試合に先発登板して2勝2敗、防御率4.26、26奪三振を記録した。 2016年7月29日、ジャレット・コザート、カーター・ギャップス、ルイス・カスティーヨ、ジョシュネーラーとのトレードで、アンドリュー・キャッシュナー、タイロン・ゲレーロと共に、マイアミ・マーリンズへ移籍した。7月30日のセントルイス・カージナルス戦に、先発したが、右肘を痛めて4回途中で降板すると、右肘の念座と診断され15日間の故障者リストに登録された。 2016年8月1日、前述の故障を理由にパドレスに返却トレードされた。交換要因として7月29日のトレードで移籍したばかりのルイス・カスティーヨがマーリンズに復帰した。直後にトミー・ジョン手術を受けた。2017年は前年の手術の影響もあり、メジャーでの登板はなかった。2018年もメジャーでの登板はなかった。 オフの11月20日にディフェとなり26日に自由契約となった。2019年1月10日にシカゴカブスとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは参加の AA、A、級アイオワカブスでプレーし26試合に先発登板して14勝4敗、防御率3.95、120奪三振を記録した。 オフの11月4日に40人枠入りした。2020年8月5日のカンザスシティロイヤルズ戦で4年ぶりのメジャー復帰登板を果たした。オフに2021年の契約をすでに結んでいたが、2021年1月4日付で突如自由契約となった。2021年1月7日、福岡ソフトバンクホークスと1年契約を結んだ。 背番号は26で、登録名はコリンレイ。しかし、コロナ禍の中来日が4月24日と遅れ、5月8日にオンラインで入団会見が行われた。6月3日に行われたセパ交流戦の対横浜 DNA ベイスターズ戦において一軍公式戦初登板を果たした。初回に3点本塁打を打たれたものの、その後は立ち直りクオリティスタートを達成した。 7月12日には、8回西まで、無安打で抑え、メジャー時代を含めて、キャリア初の完封勝利を挙げた。また、チームにとって、シーズン初の完封勝利で、チームの外国人投手としては2015年の、スタンリッジ以来の完封勝利だった。本拠地、福岡ペイペドームでの勝利も初だった。前半戦終了までに、6試合当番、3勝1敗。 防御率2.03と高成績を収めた。オリンピック開催期間中に一時帰国していた際に、夫人が早産で出産し、家族と離れて日本に戻ることが難しい状況となる。球団も彼の家族を優先したいという意向を了承し、8月8日付で退団した。千二十一年八月、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を締結し、八月十四日付で、 参加トリプル a のナッシュビルサウンズに配属された。最速97.1マイルパワー。平均時速150キロメートル前後の速球を中心にナックルカーブ、カッター、チェンジアップなどを使用する。ミルブ NPB。ありがとうございます。